国際宇宙ステーション宇宙ステーションは地球の軌道上などの宇宙空間にあり人間がそこで生活し続けられるように設計されている人工天体のことである。宇宙ステーションは抗議には宇宙船の形態の一種である。しかし単独で機能する有人宇宙船と違い必ずしも宇宙飛行士を乗せた状態で打ち上げられたり推進、着陸のための設備を持つとは限らない。 主として長期にわたる軌道上の生活に特化して設計されているものを指す。地球と宇宙ステーション間で人員や物資を輸送するにはそのための機能を持った有人宇宙船や補給船が別個に必要となる。これまでに実現した宇宙ステーションはすべて地球の衛星軌道上に建設されており、科学研究、特に長期の宇宙滞在における人体への影響の 研究などを目的としている。また、一部は、軍事ミッションを行っており、武装が施されていたものも存在した。旧ソ連では、宇宙ステーションを以下の3つの世代に分類していた。第1世代登場者の入れ替えや補給が想定されていない、滞在期間の限られた宇宙ステーション。第2世代期間用の宇宙船をドッキングした状態で、交代要員の乗った宇宙船や、 物資の補給線とのドッキングを可能とし、ステーションを無人にすることなく、常時活動できる宇宙ステーション。第三世代多数のドッキングポートを有し、複数の異なる機能を持ったモジュールから構成される大型宇宙ステーション。サリュートソビート連邦の宇宙ステーション。世界で初めて打ち上げられた宇宙ステーションであり、1号から7号までが建造された。 1971年から1985年まで運用。1991年に最後の7号が大気圏に再突入した。アルマース軍事目的で建造された2.35号の別称、自衛用に機関砲を装備していた。コスモス557号本来は3番目の左流と出会ったが故障により目的軌道への投入が不可能となり、 宇宙ステーションとして運用されないまま大気圏に再突入した。すでに西側諸国のレーダーに捕捉されていたため、コスモス衛星と偽装している。スカイラブ1アメリカの宇宙ステーション。1973年から1974年まで運用。4度の打ち上げが行われたが、スカイラブ1以降の2号から4号は、スカイラブ1への往復に用いられる、有人宇宙船である。 1979年に大気圏に再突入したミールサルートの後継として開発されたソビエト連邦の宇宙ステーション。1986年から1999年まで運用。複数のモジュールからなる初の宇宙ステーションで打ち上げ以降も多数のモジュールが追加され、最終的に7つのモジュールから構成された。2000年に 商業利用用に大規模修理を受けるが、後に廃棄が決定され、2001年に大気圏に再突入した。天狗1号中国の宇宙ステーション試験機。本格的な宇宙ステーション建造のための試験機であり、このため宇宙飛行士が滞在できる期間は長くないが、小規模ながらも実験室を持っていた。2011年9月に打ち上げられ、 2012年6月以降2度の有人運用を行った。2013年6月にドッキングして帰還を果たした新州10号が最後のミッションとされており、以降の有人運用の予定はなくなった。その後も無人運用が続けられていたが、2016年3月に機能を喪失したと考えられ、2018年4月2日に南太平洋に再突入して失われた。 天狗2号中国の宇宙ステーション実験機で宇宙実験室と位置づけられている。2016年9月に打ち上げられた。当初は1号の予備機や調整5号ロケットを使用して拡大型試験機を打ち上げる計画もあったが、最終的に調整2号 FT2 を使用して1号の改良計を打ち上げることとなった。1号から滞在期間の延長や、 実験設備の改良が行われており、天宮1号の設計をベースに開発された自動ドッキング機能と約6トン燃料2トンの補給能力を持つ無人補給船、天船1号機による補給ミッションも想定されている。同年10月18日には、新州11号がドッキングし、有人運用が始まった。翌11月16日に新州11号が切り離され、 有人運用を終了した。以降の有人運用の予定はなく、天船による補給も2017年4月に無人で行われた。天宮2号は2019年7月19日に南太平洋に制御落下された。ただし最初の試みの際にはまだ軌道上に残っており、1号ほどではないが、若干の混乱も見られた。ジェネシスビゲローエアロスペース社の宇宙ステーション。 2006年7月にジェネシス i 2007年6月にジェネシス i i が打ち上げられた。民間によって初めて軌道上に投入された宇宙ステーションで、軌道上で無人試験を行うのためのモジュールである。トランスハブの設計をもとにした膨張式モジュールを採用しており、その後開発される有人実用モジュール BA330 の3分の1の大きさで製造された。 国際宇宙ステーション1984年にアメリカで構想されたフリーダム宇宙ステーション計画をベースにロシアのミールニア新型宇宙ステーションヨーロッパ各国や日本で計画されていたモジュールを統合して再設計された複数モジュールからなる世界最大の宇宙ステーションアメリカ、ロシア、カナダ、日本、エ加盟の各国の15カ国が共同で開発しており 主要な研究機関として、アメリカ航空宇宙局、ロシア連邦宇宙局、宇宙航空研究開発機構、カナダ宇宙庁、欧州宇宙機関が参加している。1998年の打ち上げから始まった建設開始以降、現在も運用中、50以上のモジュールやパーツから構成されており、その総重量は約420トンにも及ぶ。 地球軌道上最大の人工物である。一応の完成を迎えて、以降もうち、外装機器の更新、変更、モジュールの追加が随時行われており、当初2016年運用終了予定であったが、少なくとも2024年までの延長が検討されている。ビリムジェネシスと同じ首ゲローエアロスペース社による ISS に接続する試験モジュール、2016年4月に、 ファルコン9により打ち上げられた。その後 ISS に設置され、翌5月に計画サイズまでの膨張に成功。6月には宇宙飛行士も足を踏み入れたが、主目的は2年間の耐久試験であり、メンテナンス以外では基本的に無人で運用される。天宮中国の計画中の宇宙ステーション。天宮シリーズの完成型で2022年完成を目指しており、定員3名。 最大6名の宇宙飛行士が滞在できる。6個のドッキングポートを持つコアモジュール、天内に実験モジュール、門ン,テン順ンとエアロックモジュールが固定係留され、残りのポートに王冠と係留用の宇宙船、新州2隻と無人補給船、天船がドッキングする。当初総重量60トンとされていたが、現在の設計では100トン。 旧ソ連のミールに匹敵する規模であり、今後の拡張の余地も残されている。中国と国際連合宇宙局は、天宮の利用機会を国連加盟国にも開放する協定を結んで、他国からの宇宙飛行士や宇宙実験の受け入れも予定しており、27カ国から42件の応募のうち日本の東京大学など17カ国23機関による9件の実験が採用された。 アピシックロシアの計画中の宇宙ステーション。2024年の ISS 運用終了までに、ロシア独自で建造を予定している。新たにいくつかのモジュール打ち上げ、ISS のロシアモジュールの一部として、順次ドッキングする形で建造を行い、ISS 運用終了時に構成要素となるモジュールを ISS から切り離して再構成することで、単独の宇宙ステーションとなる。 ISS に比べて小型になるが、機能的には同等のものを維持し、ミニチュア版といっても良いものを目指している。アメリカ・ロシア共同新型国際宇宙、ステーションアメリカとロシア間で建造を模索している ISS の後継機。両国間で合意がなされたとの報道もあるが、クリミア半島をめぐる両国の対立関係もあり、状況は流動的である。ISS 以上に、 両国間での宇宙技術の規格の統一化を図り、火星有人探査ミッションの拠点とすることも想定されている。ガツ軌道プラットフォームゲートウェイアメリカの NASA が主導する月の軌道または月周回軌道への新しい宇宙ステーションの建設計画。後にロシアのロスコスモスも参加を表明しており、2020年代に建造開始を予定している。規模としては、 ミニチュアサイズで滞在可能な宇宙飛行士は4人。構成モジュールも電力、推進力、居住、輸送、エアロックの4機とシンプルになっている。成功すれば最も地球から離れた場所に設置された宇宙ステーションとなり、さらに2030年代予定されている火星有人探査に使用される大型宇宙船、新宇宙輸送機の建造、試験、 補給拠点としての利用が計画されている。日本宇宙ステーション JAXA で構想している小型宇宙ステーション。ISS 運用予定が短かった頃に構想されたもので、運用終了時に廃棄されるモジュールから設計上10年程度寿命の残っている希望を回収し、発展型 HTV によって独自の居住モジュールやドッキングモジュール、太陽電池アレイ、推進モジュールを打ち上げ、 組み合わせる予定であった。未だ日本は、有人での王冠技術や長期間稼働できる、生命維持システムを持っていないため、構想の域を出ない。インド宇宙ステーションインドが独自に計画している20トンの小型宇宙ステーション。2019年にイスロから発表され、今後10年で建造するとしている。3.7トンのカプセル型有人宇宙船ガガニャーンを発展させたもので、 乗組員は2から3名。常時の有人運用は想定せず、一度の滞在期間は15から20日間ほどだが、使い捨てではなく、宇宙船からの補給で数年にわたって使用できるという、商業用宇宙ステーションいくつかの民間宇宙飛行企業により、建造が計画されている。ビゲローエアロスペース社ジェネシス同様の膨張式の宇宙ステーションモジュールで構成される。 スペースコンプレックスアルファ実用膨張式宇宙ステーションモジュールサンダンサー2機と BA331 機からなる有人主権宇宙ステーションスペースコンプレックスブラボーアルファから設計を変更しサンダンサーを廃して4機の BA330 から構成されるより大型の有人実用宇宙ステーション2016年の打ち上げを目指すとしている CSS スカイウォーカー BA330 多数連結して宇宙ホテルを作る構想。そのまま惑星間航行も可能とされていた BA2100 開発中の膨張式宇宙ホテル。これ単体で体積は2250立方メートルにもなり BA330 の約7倍 ISS 相体積と比較しても倍近い規模を誇る。 オリオンスパン社2021年打ち上げ2022年からの運用を構想する宇宙ホテル、オーロラステーションが発表されている。クルー2名を含む6人が滞在可能とされる。20世紀中に運用された宇宙ステーションはいずれも交体の外壁を持ったものだったが、2000年代以降は柔らかい素材で作られた膨張式の宇宙ステーションの開発が進められている。 この形式のステーションには重量や価格に対して大きな居住スペースを確保できるという利点がある。ビゲローエアロスペース社が打ち上げた試験用の宇宙ステーションが膨張式の構造をとっているほか NASA といった公的な宇宙開発機関でも検討が行われている。宇宙ステーションは自由落下中であるためそのままでは内部は無重量状態である。そのため 長時間生活することによって筋肉が衰えたり、骨からカルシウムが溶け出したりするなどの悪影響が出る。また、無重量状態においては気をつけていないと物が散乱してしまうため、物の取り扱い、特に液体や粉末状のものなどの取り扱いに十分な配慮が必要である。そこで遠心力を利用して重力が発生しているのと同じような環境を 作れるような宇宙ステーションが考案されている。実験レベルでは、国際宇宙ステーションでも遠心力で重力を生み出す、モジュールセントリフュージが予定されていた。これは、実際に、日本で開発が進んでいたが、運用する、アメリカ側が2005年に中止を決定したため、実用には至っていない。その後、国際宇宙ステーションでは新たに、人工重力の評価実験を行う ISS。 セントリフュージデモンストレーションも構想されている。SF 作品にはそのような施設が数多くあり、回転軸を中心にした車輪状の形状をした宇宙ステーションが考案されている。s f 映画、2001年宇宙の旅に出てくる宇宙ステーションがその代表的な例である。このタイプの宇宙ステーションはスペースコロニーとも重なり、遠心力を疑似重力として利用した。 生活空間を内包する。ありがとうございます。